軍事産業調査特別委員長、ジェラルドナイ上院議員、ナイ委員会は、上院議員のジェラルドナイを委員長とするアメリカ合衆国上院の委員会で、正式には、軍事産業調査特別委員会として知られる。委員会は、アメリカ合衆国の第一次世界大戦への関与について、財政金融面から調査した。その結果は、第二次世界大戦の初め中立政策を取る。 要因となった。1920年代から1930年代を通じて、軍事工業がアメリカ政府を騙して第一次大戦に参戦させたのではないかという議論を扱った書籍や記事が多数現れた。よく知られ、評論家に影響を与えたものの一つに、アメリカ海兵隊少将、スメドレー・バトラーが1935年に出版した、ボーイズ・エーラケットがある。ジェラルド内は、 上院議員のジョージ・ノリスから委員会の委員長への推薦を受けた。平和運動家のドロシー・デッツァーによると、ノリスは、内は若く、無人層のエネルギーと勇気がある。彼は時に無謀な判断をするかもしれないが、それは、熱中から来る無謀だと述べた。ノリスは、96人の中で任務に必要な公平さ、独立性と能力を持つと認められる。 唯一の人物であると内を推薦した。委員会は1934年4月12日に発足した。以下の7人のメンバーで構成された。このほかアルジャーヒスが法務助手としてスタッフを補佐した。内委員会は93回の校長会を開き、ジャック・モルガンやデュポンを含む200人以上の証人に聴聞を行った。 最初の公聴会は1934年9月に開かれ、最後は1936年2月であった。公聴会は4つのトピックについて取材した。委員会は第一次大戦を通じて軍需産業が巨大な利益を得たと立証した。銀行家がウッドロー・ウィルソン大統領に対して海外への再建を保護するため戦争に介入するよう圧力をかけていたことが、 明らかになった。また、軍需産業は、第一次大戦を通じて、アメリカの外交政策に強い影響力を保持し、価格操作に対して責任があった。アメリカ上院のウェブサイトはこう記している。調査は1936年初めに突然、打ち切られた。内委員長が民主党のウィルソン元大統領への非難に踏み込むと、上院は、 委員会への活動資金提供を止めた。内は、ウィルソンが戦線を考慮して議会に、重要な情報を伝えなかったことを示唆していた。バージニア州選出の民主党リーダーで、上院歳出委員会の委員長だった、カーター・グラスは、ウィルソンの墓に泥を塗る行為だと内に猛反対し、上院内の部屋で支援者を前に、指から血が滴るまで机を拳で叩いた。内による容紙は、 戦時中に銀行が得た利益と軍需産業との結合がアメリカの第一次大戦参加をもたらしたとするものだった。多くのアメリカ人は裏切られたと感じ、戦争は善なる勢力と邪悪な勢力との間の英雄的な戦いではなかったのかと問うた。これらの死の証人に対する調査は孤立主義への賛院に対する指示を促した。 委員会は1915年から1917年1月までの間、アメリカがドイツ帝国に2700万ドルを貸し付け、同じ時期にイギリスとその同盟国にはほぼ100倍に当たる23億ドルを貸し付けたと報告した。これらの事実により、内や多くの軍事評論家、アメリカ政府関係者はアメリカは利益を求めて参戦したのであって、 政治的理由ではないのではないかなぜなら、イギリスに対するアメリカの商業的利益は失われなかったからだと推論した。委員会の調査結果は、アメリカの不干渉主義に勢いを与え、1930年代における中立法の制定と、その改正をもたらした。すでに、ビンソン・トランメルポーは、軍用機生産における海軍航空機工場のシェアを10%までと、 定めていたので委員会は軍事産業の国有化を提言しながら航空機産業を例外とした。公聴会にはユナイテッドやカーチスライトが呼ばれておりトラスト形成プロセスについて証言している。ありがとうございます。